皆さんこんにちは、伊勢屋漬物店吉村です。こちらが当店のぬか床を保管している冷蔵庫です。ぬかに虫がつかないように、カビが生えないように、だいたい2度前後で保管しております。ということで本日はぬかを紹介していきます。このぬかってそもそも何なのか、どういう性質があるのかっていうのを理解したら、より一層ぬか床生活も楽しくなりますし、より美味しいぬか漬けが作れるようになるんじゃないかなと思います。最後までぜひ見てください。まあ簡単にこのぬかができるまでを説明しますと、お百姓さんが3月ぐらいに苗を作って、5月から6月ぐらいに田植えしてますよね。皆さん田植えをして、そして秋に苗が育って稲になって稲刈りをします。秋、9月か10月ぐらいかな、稲刈りしてはりますよね。もう今は手作業ではなくて、こう機械、トラクター、コンバインなどを使って稲刈りをします。そしてその稲にいっぱいついているもみを、またこれまたコンバインで取り除き、そのもみの殻を取った状態が玄米になります。その玄米を精米、白くする過程の時に皮を取り除く、この皮の部分を粉末にしたのがぬかです。まあ、つまりは玄米ってもう今ビタミン B やらミネラルなど栄養価の高い食べ物として注目されてますので、その玄米の皮を取ったのがぬか、そしてその中身が白ご飯ですので、その皮にさらに野菜をつけて乳酸菌を入れるということは、玄米を食べる以上に栄養価をアップさせているということになります。素晴らしい。ということは、本当はスーパーで白米、精米した米を買うよりも、もしぬか床生活をずっと続けていくのであれば、買うのは白米ではなく玄米を買った方がいいということになります。そしてその玄米を、まあ今はねコインで精米する機械、農協とかホームセンターにありますので、それを自分で精米すると新鮮な白ご飯は食べれますし、できたぬかをぬか床に利用することができますし、もし足しぬかなどで1ヶ月2ヶ月先に使用することになるならば、これまあ今生ぬかなんですけども、フライパンなどでいって入りぬかにすることによって長期保存できますので、それを1ヶ月後2ヶ月後足しぬかしていくという形になります。まあ今入りぬかと言いましたけども、まあ、スーパーなどで売られているのは入りぬかになってます。長期的に保存したいので。なので時々生ぬかと入りぬか、どちらでぬか床作った方が美味しいんですかという質問を受けますが、基本どちらでつけてもぬか漬けの味は変わりません。生ぬかと入りぬかの違いは保存期間ですね。生ぬかはそんなに日持ちはしませんが、入りぬかは日持ちがするというだけのことです。ということで、できたらお時間ある方は玄米を買って、白米とぬかに分けて、白米は美味しく食べる、ぬかはぬか床に使うという形にとれば、あ、そうだ、玄米で買うと玄米と白ご飯混ぜて、よく定食屋とかで出てるような玄米ご飯、玄米白ご飯みたいなのも食べれるし、体にすごくいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。よろしくお願いします。